ライオン。よし、これで多分ですね、間違ってこのチャンネルに来た人はもう帰ったと思うんで、改めましてこんにちは、刑事チャンネルです。ということでね、今日はですね、ここ1週間か2週間か3週間いかないか、2週間ぐらいかな、半月ぐらいで私が買い物したものを皆さんにお見せしていきたいと思います。総額にするとね、10万ぐらい買ってるからですね、意外と買い物してしまったと思って、まあ、たまにはこういうなんかのんびりしたね、動画もいいじゃないですか。人が買ったものに興味ねえよっていう方はすいません、申し訳ないんだけど今日はここまでだじゃあゲームとかは、ゲーム関係とかっていうのは買えばその都度逐一動画にしてたりしてるので、あんまりゲームとかとは関係ないものとかっていうのが主にメインとなってきますね。例えばこれとかね、こち亀 Z とかさもうこれはもうね、もうコンビニ行った時に見つけ次第もう即買ってます、いつもね。これ300円くらい大体大体300円ぐらいですと、おいいところですね。でね、ここね1、2ヶ月ぐらいでね、一番今ね買っていやーよかったなーって、もうすでに効果を超実感してるものがあるんですよ。ちょっとこれなんですよこれ多分違う動画にもちょっと出たような気がするんですけども、これがね、これ頭あれですよ、マッサージするやつ、これがまた気持ちがいいんですよ。本当にこのなんだろう、この部分の気持ちよさもあるんだけど、このね真ん中にね、もう一つね、なんかこう、うわぁちょ、これ踏んじゃうわけなんだけど、まあ皆さんぜひね、こういうのね、まあ見たことはあると思うんですよね、結構いろんなところに売ってると思います。試したことない方、ぜひ買ってほしい。ね。まあ、とはいうものの、ちょっとね、ゲーハー具合は進行してはいると思うんですよ。こっからふさふさになる可能性あるからね、これ、ね。この頭皮マッサージでね。これ2000円ぐらいだったからね。いや、こんなつまんないものの紹介が延々と続くのかって、今、もう皆さん、ちょっとビビってると思うんですよ。大丈夫、もうまだ開けてないものとか結構あるんで、この辺にね、置いてあるんで、皆さんに見せていこうかなと思います。面白いのは多分これなんですよね。パッと見てね、愉快だなって思えるものはこれ何なのかっていうと、これね豚ですね。豚見てこれ、豚、はいいやです、えって思うじゃないですかね。ここに置いたら見えるかなね、豚ね、でもう一匹豚なんだよね、はい、まだ出てくるんだよ豚がね、はい、豚が2匹ね、まだ入ってるんですよね。それでこのでかい豚がねでかい豚がね、出てくるって、こっちまあまあこの顔のリアルさ、しかしながらこのね子連れ2匹の子連れをね、これちょっと遠いな遠いな、みんなにもっと見せたいな、2匹と子連れの豚と お父さんだかお母さんだか豚わけですよね。じゃあまた豚が出てくるのかと思いきや、これ違うんですよ、これこういうことになってくるんですよ。これオラウンタンでいいんだよね、これね、オラウンタンでいいんだよね、子猿ですよ、はい、皆さんも想像してる通りですよ。もう次何出てくるかって、お母さんが出てきちゃうわけ。まあなんだろうだから何なのっていうものを買ってるっていうことですねいや僕はこういうの好きでね、他にもたくさん家にあるんですよ、写真今出してるかもしれませんけど、こういうところの仲間に入れてやりたいなというところですね。でこんなんだってね、1個ね1000円弱ぐらいするんですよ。でっかいのはね多分1000円とかする、値段とか一切見てこれ、ちょっとこれ豚のね、ちょっとおっぱいとかちょっと再現されているわけなんですよ。あ、ちょっとダメ、あ、ちょっとあんたたちやめなさい、やめなさい、お母さんのミルク飲みたいよ、ブヒブヒ。あとはね、ちょっと待ってね、あと他に買ったもの出していきますね。これですね、これこれ何かわかるかこれいやこれ実はね、カバンなんですよね、これカバン、ちっちゃい、まあ知ってる方は知ってるのかな、あこうやって開けて中にね、なんかこう入るんですよ、いろいろこうビローンって伸びて、でちょっと待って、つけてみようかな、見えない、この状態でつけたのか、よいしょ、こうやって手ぶらでここにいろんなものを入れられる、まあ、小銭だったり家の鍵だったり、まあ、携帯電話だったり、実際携帯入れてみようか、携帯がね、ね、スパーンって入るんですよ。よいしょ。
でこうやってこれ何するかってもう手でねもうねジェスチャーしちゃったけどさ、ジョギングとか行くときにね、その携帯とか一応持っておきたかったりするじゃん。何分ぐらい今走ったかなとか確認したかったりするのと、大事な連絡が来るかもしれない時とかっていうのと、ジョギング行くってなった時、家の鍵どうするってなった時に、まあそのジョギングのウェアのポッケに入れればいいんだけど、まあ、邪魔だったりなんか落としたりしたら嫌だなって思ったらね、なんとなく不安だなって思ってて、こういうのがねちょっと欲しかったんですよ。これはまだ使ってない、まあ、これからねその良さを実感していくであろうというところなんですよ。こういう使い方もねできてしまうといえばできてしまうかもしれないね。これが3000、これ4000弱ぐらいですかね、そんな感じのものになっております。さて、あとはね、あと大体その服とかなんですけどね、まさかの買った服とかを見せていくみたいなね、どんなものを買ってるのかって話ですよ。いやもう入り表でこの T シャツ着てるやつが買う服なんて興味あるかって言われたら、まあ、ちょっと微妙かもしれないです。これパンツを買いましたね。イージーパンツなんだけど、なんかちょっとストライプっぽい感じの生地で、ちゃんとねセンターにクリースが入ってるので、なんかきちっとしてるっぽいんですよね。でこれね何がいいかって、こうストレッチがねすげー効いてるんですよね。でなんでこれを買ったかっていうと、そのこれ履くか、とりあえず履いてきたね、これね、いや楽なんですよ。これなんで買ったかっていうと、長時間飛行機に乗るときすごいいいんです。その東京行くだけとかだったら2時間ぐらいなんで何履いてても別にそんなに気にならないんだけど、8時間とか乗るぐらいになってくると楽な方がいいんですよ。でもかといってなんかラフすぎるとちょっとまずいなっていう場面って結構あるじゃないですか。楽だけどもそこそこちゃんと見えそうなものっていうのを欲しくて、これ見っけてこれ買った。これすげえ楽なの。もうこれならね飛行機のね救急のね狭いところってね、ずっと8時間座ってても、8時間座ってたら別にそれとは別の辛さがあるかもしれんけど、まあ楽かなっていうところですね。でなんか仕事で着ようと思った時にも使えそうで、シャツとか着たらまあいいかなと思って買ったよ。この入り表でこの T シャツ着てるやつがなんで服装のことを語ってんだバカっていう感じはするんだと思うんだけど、この拷問は皆さんしばらく耐えてくれれば嬉しいかなと思います。あとはまあスウェットみたいなですね。これなんかね、このスウェットっぽいのはなんかね、形が珍しいんで買いました。おっさんの生着替え見て楽しいか。ほら、なんか変わってっしょ。変わってっしょ。一応スウェットなの。スウェットで、まあ楽だなと。似合わねえな、しかしこれ。しかし似合わないな。いやまあ慣れていけばなんとかなるでしょ。と思ってます。割と気楽に何でもかんでも着る方ですね。で、まだ服買ってる。まだ服買ってる。ね。服なんてね、そんなにそうそう買わないんだけどね。買い物に行ったら、まあ、まとめて買っちゃおうかなっていうような感じになっちゃうんだけどね。他にも買ったんだ。一つは靴下。これかわいいんだ、これね。こんなポップな靴下履くかっていうね。と思うんだけど、履くんだよね。履くんだよ。まあ、いるよね。結構おっさんなのにさ、なんか妙にさ、派手な格好してるおじさんとかいるよね。あちなみにね、この上下だけで、これそんなにしなかったの？上下で1万5000円ぐらいだったかな。1万5000円ぐらいだったかな。あとね、あと T シャツ。これはね、まあ、これはいつでも着れるかなと。まあ、半袖なんだ、ね。後ろにもプリントがあるみたいなね。はい。はい。これ9000円ぐらいだったかな。まあまあすんな、この T シャツ、おい。9000円の T シャツなんて、俺普段着てるのは1500円のユニクロの T シャツだぞ。なんでこんな買ったんだ。もう一個ね、パーカーを買った。よいしょ。もう着るか、じゃあ。はい、というわけで、着てきた。まあ黒い、何のことないパーカーです。ここがなぜか赤いのと。よいしょ。ここにこれチャックついてる。これ何の意味があるかっていうと、この辺痒くなることってあるよね、よくね。生地の上から描いてもあんまり痒いの取れないよね。ここ開けたら描けるよね。そういうことなんじゃないかと思っておりますね。あ、本当は普通に白い T シャツとかと重ね着してあげときゃいいとか、そういうことなんだと思うんだけどもね。まあ、僕の場合、書くときに、開ける。で、このね、パーカーがね、結構仕上がって、3万ぐらいしたのかな、確か。3万ちょっと着るぐらいだったかな。まあまあするなと思ったんだけど、生地がね、とてもね、滑らかで、良かったんで、買った。これまあ、いつでも着れるかなと思ってね。ちょっとこのね、でも赤いの、これ結構赤いね、これね。まあ、手先がすごい、なんか、ね。なんか手だけ浮いてる人みたいに見えるね、なんかね。あ、そういう視覚効果を狙った時もいいかもしれないなと。
ほら、これでもう結構さ、5万か6万ぐらいいってるよね。いってるよね。まあ、なんか、大雑把な、あれなんだけど。あ、そうそう。あとね、このスマホケースも買った。これ。これ。これ、この T シャツとか、パーカー買ったところと、同じお店で買ったんですよ。これ4000円ぐらいした。これ4000円ぐらいした。ちょっと前に多分ね、iPhone XS のね、スマホケース、4つぐらい買って、どれにしようかって吟味する動画を出してたと思うんだよね。で、そのバンカーリングだっていうんだっけ、リング付きの赤いやつを、に最終的に決定してたんだけれども、それちょっと持ってこようか。これか。まあ、これにね、このリング付きのやつにね、してたんだけど、なんかね、ちょっと使いづらくって、なんかね、でかくて重いし、なんか、あんまりこのリングもそんなに使わねえなと思って、変えた。シンプルなやつに、特になんもない。なんもない、ただのシンプルなやつに変えた。だけど、変えたは変えたで、いいんだけど、厚みがね、なくなったんで、これはこれでね、持ってるのがね、滑ってね、持ちにくかったりするんだよね。いやー、これもまた結局すぐ買えそうな気がする。なんか無駄な買い物めっちゃしてる。ちょっと暑いからね、いや。でね、あとじゃあ何買ったかっていうと、あとはね、うちの猫に関するグッズを買ったんだよね。一つはね、これなんだ。これ。猫が入れるボックス。これね、これ開いて、まあ、猫がこの中にね、まあ、猫ってこういうとこ好きじゃないですか。ね。で、入ってくれたらいいなと思って買った。で、これは、まあ、6000円ぐらいだったんだけど、これね、何がいいかってね、もうソファーに座ってるときさ、例えば、どうしようかな。こっち壁読んでるじゃない。ね。これを置く場所がないんだよ。いや、あるんだけど、ちょっと遠いんだよ、ね。ソファーのすぐそばに、なんかポンと物を置けるものがあったら楽だなと思って、そういうのにも使えるし、足も伸ばせれる。ね。なんかそういういろんな使い方ができるなっていうのもあって、これを買ったんだよ。とりあえずまだこの中に、うちのチャーチルはね、入ってくれない。入らぬなら、入れてみせよう。おとどぎす。ということでね、ちょっとね、上の蓋をパカッと開けてね、入れてみようかと思います。よいしょ。ほれ、どうだ？お、割といいか？閉めるよ。閉めるよ。さあ、どうでしょうか。こっち見てますね。気に入ってますか。ちょ、聞こえないと思うんですけど、ぐるぐる言ってますね。結構気に入ってくれた可能性がありそうですね、これは。じゃあそんなわけで、じゃあこれで終わりかっていうと、実はまだあと1個だけあるのね。ちょっとね、でも、ツイッターでね、載せたので、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、あっちにあるキャットタワーみたいなのをね、実は買ったんですよね。そんなわけでね、まあまあ結構なボリュームのあるサイズ感の、キャットタワーをね、購入したんですよ。これがね、まあまあしたんだよね。これ4万弱ぐらいしたのかな。3万7千何がしとかだったような気がしますね。でね、まだ遊んでくれてません。いや、まあ、時間がね、経つんです。必要なんですよね、こういうのに慣れてくれるのは。っていうかね、まあ、うちのチャーチルは、まあまあな、その、高齢の猫なんですよね。で、まあ、高齢の猫になんで今更キャットタワーが必要かっていう話なんですけれども、昔はね、それこそうちの猫若くて元気な時は、もう勝手に高いところにバンバン登ってた。まあ、スチールラックとかも昔置いてあって、まあ、勝手にそういう高いところに登っては、まあ、勝手に降りてとか、そういうのを繰り返してたんですけども、最近ね、まあ、年取ったからなのか、だんだんね、高いところにあまり乗らなくなってきたんですよ。乗らなくなってきたというよりは、乗れなくなってきたって言った方がちょっと正しいのかな。だから、いつもよりも低いところに、いることが多くなってて、で、まあ、猫ってでもやっぱり高いところの方が安心するんでしょ、見渡せる方が。ってなった時に、この家って、なんだろう、こう、階段式でこうやって登っていけるような場所があんまないなと思ったんですよね。なので、キャットタワーであれば、段階を経て登っていくことができるので、まあ、これぐらいの高さのね、ところに、いることができるかなと思って、とりあえず買ってみたんだけど、まあ、さっき言った通り、まだ遊んでくれてないということなんですよ。というわけで、よいしょ。ね、今度はここだよ、チャーチル。ね。ほら、どうだ？ん？いや、これ、こういうのもついてんだよ、チャーチル。ほら。なんかほら。これ、これで、これ遊ぶ？これ。これで。お、興味あるね。ちょっと興味ある？ほら、見て。ほら。どうこれ。こんなんで、これ。ほら。こっちは。こっちは興味あるね。おい。
はい、どうどう割と悪くないでしょ。いや、そこそこ気に入ってくれた可能性があるかもしれませんが、まあ、無理やり寝かせたんで、まあ、時間がかかるかもしれませんね。はい、というわけでね、まあ、無駄に似合ってない服とかも買いつつ、やかましいわ、やかましいわ、と言いつつ、まあ、こんなね、役に立つ、一番結局役に立ってるものって、こう2000円のこれだったりするんだ。2000円だっけな、いくらしたか忘れてしまったんですけどね。まあ、高額になればなるほどあんまりまだ役に立ってないっていうね、そういうジレンマがあるわけなんですけれども、まあ、こんな感じでしたというところです。まあ、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。楽しくはないわな、そんなもんな。まあ、人が買ったもんに興味がある人が一定数いるようであれば、まあ、たまにやってみようかなと思っておりますね。いや、気に入ったんじゃない、まあまあ。いや、あれだよ、あれだよ。ね、やっぱ猫は高いところが好きなんだよね。ということで、今日はこの辺にしておこうかな。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。